はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は信長の野望小生録パープキットの続きをプレイしていきたいと思います。で、1回目から3回目まで、お届けをさせていただいてですね、今回が4回目ということになるんですが、まず1回目はですね、今回選択したシナリオ風雲桶狭間というシナリオになってるんですけども、プレイ開始と同時に桶狭間のイベントが始まって、まあ、そのまま義元を討ち取るというのが第1回目になります。で、第2回目はですね、美濃斎藤家の攻略に乗り出すんですが、今回プレイしているスティーム版はですね、なかなか城攻めが難しくなっているかなという印象で、まあっけなく稲葉山城から跳ね返される、美濃稲葉山城から跳ね返されるというのが2回目でした。で、前回はですね、今川家から家康が独立して清須同盟を結んだ背景があり、全兵力を美濃に振り向けてなんとか稲葉山城を落としたというのが前回第3回目の内容になります。で、今回はその続き第4回目になります。で、基本的な戦略なんですけども、まず家康とは引き続き同盟関係を、堅持すると、維持するというのと、あとはですね、前回ちょこちょこ武田が美濃にちょっかいをかけてきている様子があったので、武田とはなんとか外交をしてですね、いい関係を築いておきたい。で、近江の浅井とは史実通りなんとか同盟を結んで、位置をこし入れさせるっていうような展開を、目論んでいきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは前回美濃攻めに参加した数正を中に入れましょう。あとはですね、名古屋城から稲葉山城にある程度人を動かしたいので、作業中の人も含めて一旦、どうだろう、ある程度の人数を収容しちゃいましょう。正信も中に入れて、の直政はここに移動して町づくりをさせましょう。定勝はというと、今どういう状態かな、定勝も終わってるね。定勝はもうこのまま残してもいいといえばいいんで、他開墾できるところがないか探してみますが、ないかな、ないね。なので中に入れちゃいましょう。成政も中に入れます。まあ、こんなところでいいですかね。そしたらターンを送っていきましょう。お、中川清秀は長宗我部に仕えることになったんですね。今回はなんとかですね、同盟をきっちり結ぶというところをやっていきたいなと思うんですが、ここでイベントですね。信長が稲葉山城に居城を移してしばらく経ったある日、信長の招待を受けて尾張常泉寺の僧がやってきたというところですね。お、また実写イベントが始まったな。殿、卓元禅師が参っております。そうか、禅師、卓元禅師、よう参られました。お元気そうで何よりです。信長様もご健勝のこと終着至極にござりまする。ところで、わしの新たな居城にふさわしい城の名は考えてくだされたか。はい、いくつか思案してまいりました。どうぞお好きな名をお選びくだされ。どれどれ、
これはダメじゃ。これもダメじゃ。これも違う。全身何かこうもっと、全身、これは何というものじゃ。ギフとお読みいたします。ギフ、衆の文を貴山に立って天下を定むという言葉がございます。はるか昔、仁を倒して中国を統一した衆は、その発祥の地が貴山だったと申しました。旦那様が、この城を拠点に天下人になる、そう願うてこの名を考えました。それは縁起がよい。織田信長、岐阜に立って天下を定むというわけじゃな。よいにござりまする。気に入った。本日ただいまよりこの地を岐阜と呼ぶことにする。こうして稲葉山城は岐阜城と名を改め、以後織田信長はこの城を拠点に天下布武を目指していくことになる。はい、というところで、稲葉山城から岐阜城への改名イベントをご覧いただきました。先に進んでいきましょう。で、早速ここ岐阜城になってるんですが、まあ、実際この岐阜城って実はまだまだ名古屋城に比べても小さいぐらいの城なので、武将をまずは岐阜に移動させていきましょう。で、名古屋城は信兼に任せて、裏草井、あとは勝家、さらに一徹も動かしましょう。で、常ちゃんも動かして、長秀も動かしましょう。で、信盛も動かして、で、まあ、だいぶね岐阜に人を入れますけど、岐阜これから開拓していかなきゃいけないですからね。あとは刑事、成政、利家、定勝は名古屋城に残しましょう。で、正信に盛綱も残して、義成に秀吉、この辺りは動かしていきましょう。正勝も動かします。忠次も動かして、長政も動かしましょう。で、その他は前の長安も動かして、あと秀長も動かします。これくらいですかね。実行しましょう。で、こちら名古屋城は隠忍しちゃいます。攻撃は禁止はしないかな。まあ消極的でいいかな。で、攻撃目標をどこにするかなんですが、浅井、武田、徳川とは、まあ、吉見を通じていくというところに変わりはないので、まあ、六角ですね。六角を攻めてもらいましょう。で、浪人がいるかというと、今浪人はいないね。攻め滅ぼした者の浪人はいないという状況か。そしたら死者ユニットを立てて、信長自らお金を持って武田のもとへ行きましょう。
次の段からもう岐阜城をね積極的に開拓しつつ、浅井武田とは同盟関係を結んでいくっていうね、当初お話していたプランを実行に移していきましょう。うわ、早速来てるよ、山本勘助、木曽義康、この辺りがいきなり攻めてきてるよな。どういう神経してんだよ本当に。今来たばっかじゃないか。軍勢の数もちょっと分かんないけど、まあそんなに少ない数じゃないだろうな。深州城は兵数が 34,000 マックスで、兵士数今 4,860、 お金も軍馬も十分な量ありますね。危険気はあまりないな。関所はまず廃止したいんで、とはいえ今のところできることは限られてますね。まず軍勢の数が 7,100 しかいないんで、これから進行してくる武田軍、これに対抗するためにまずは戦闘系のユニットは残しておきましょう。で、戦闘系のユニットで誰が残れるかというと、刑事、勝家、一益、この辺りは残したいので、それ以外の武将たちで、早速町づくりを始めていきましょうか。正信にここに出して町を作っていきましょう。あとは例によってお米ですね。忠次を出して、次のターンでは入ってこないと思うんですけど、その次のターンあたりではどうだろう、勘助あたりがたどり着きそうだからな。早くも金もね、ある程度残しておきたいなというのもあるし、お金がもう全くないな。そしたら輸送系のユニットを出してお金を輸送させましょう。お金がただこっちも926しかないのか。まあ、ただ926でも必要なものは必要だから。おっと、ユニット配置ができない。なぜなら全部向いちゃってるからな。しょうがないですね。一旦ターンを送りましょう。そしたら今武田とことを構える余裕はないので、できるだけ早く浅井と結んでしまって、武田とも吉見を通じて六角に攻め入りたいところですけどね。来てるね。まあそんなに数は多くなさそうですけどね。お金がないか。ただお金がないとはいえユニットを出すしかないからな。外交系のユニットでいうと刑事、秀吉、秀長を出して、そうだな、兵糧だったら多少出せるけど、どうしようもないからな。兵糧なんか持ってってもお金全部持ってく。50円持ってくか。50円、まずは貢ぎ物を出して仲良くなりましょう。50円しか持ってきてないんですけどね。何、失敗したか。マジか。なかなか頑固者だな。そうなると家宝でも差し出す。もうしょうがないな。秀吉を出しましょうか。じゃあ厚切り、これをじゃあ出しましょう。2900も済んだけどな。65になりましたというところですね。じゃあこれでターンを送っていきましょう。次のターンあたりではおそらくやってくるんじゃないかな。
おお、これで関のところに織田家の傘下に入らないかと言ってますね。で、関守信はこちらの配下になったわけだな。やるな、村井定勝。なかなかいい仕事をしましたね。どうしてもやっぱりお金がないな。お金ができればね、お金を得るために兵糧を売りたいところなんですけどね。次のターンにおそらく出てくるんじゃないかな。やっぱりお金は必要なんで、名古屋城からお金を輸送させましょう。しょうがない、こればっかりは。森綱を出してお金を、まあ1000ぐらいかな、輸送してもらいましょう。で、兵士の数もちょっと輸送させて、武田軍の侵攻に備えるしかないですね。来たね。いよいよやってきてしまったんで、信長を帰らせますか。そうなるとまず邪魔くさいところで言うと、そうだな、勝家を出しましょうか。で、最大兵力を出していきましょう。まあさすがにね、叩けるかなと思うんですけどね。数で言うとほぼ互角か。どうしようかな。まあ、確実に正攻法で前衛部隊から潰していきましょうか。勝井の戦闘力は92あるんで、まあそれなりといえばそれなりですよね。それなりっていうと失礼だな。十分に強いと言っていい。これで吉安の本陣に着いたので、このまま混乱中の吉安の部隊を撃破していきましょう。まあ、これでただ武田との吉見を通じるという作戦を一度見直さなきゃいけなくなったな。岐阜が常に敵の、まあ攻撃にさらされるんだよっていうのを、まあ認識した上で戦っていかなきゃいけなくなりましたね。で、山本勘助か。山本勘助に対しては、そしたらこちらは刑事を出しましょう。か
数でいうと、まあやっぱり刑事の方がちょっと少ないですけど、刑事の戦闘力109ありますからね。このね、戦闘力はトップクラスですよね。信長をもしのぐ戦闘力になってるんで。これで敵の側面部隊は全て混乱状態に陥れたぞ。いや、圧倒的だね、さすがに刑事は。これでできれば足軽特性のね、 S とかまで上げていければ完璧だな。刑事は牙特性は S なんですけどね、牙がね、正直まだ持てるほど財政面で余裕がないので、ここはどうしてもこういう戦いにならざるを得ないですね。さてさて、無事にそしたら敵を追っ払えたので、まあ、これが本当にいい戦いだったのかというとちょっとクエスチョンではあるんですけどね。まあしょうがない。で、外交ユニットを出しましょう。外交ユニットをどんどん外交していかないと。お金、まあ500も持ってきゃいいだろう。さあ、これで地道に浅井との関係構築を行っていきましょう。ここで田中義政が来ましたね。小谷からですね。なんだろう、要件は。何？ 500 円送って700円返ってきたので、プラス200の収支だ。ありがたい。織田と浅井の両家繁栄のため盟約を望んでいると。願ったり叶ったりだな。承諾しましょう。よし、これで浅井との同盟関係は構築することができたので、あと武田にどう対応していくかですね。もう一度信長をそしたら動かしてみますか。なんとか同盟を結んでいきたいという気持ちに変わりはないので、ちょっとこのまま婚姻できるかどうかやってみますか。秀吉を婚姻の使者に立てましょう。押し入れさせるのは15歳か。ほい。乗ってこないか。お金がないと無理か。悪い話じゃないと思うんですけどね。じゃあ、勝家と刑事は中に入れて、引き続きやっていきましょうか。反乱するとめんどくさいんでね、この辺りは治水をしっかり入れていきましょう。で、そしたら例によって、信長を使者に立てて、どういうこと？信門になっちゃってんだな。そうすると今信玄がいるのはどこかというと、海津城には高坂正信で、そうなると土ヶ崎館かな。信玄は、そうですね、遠いな。遠いけどしょうがないね。辻ヶ崎館まで行きましょう。信長単身で
ツツジが咲き館まで行くっていうのもなかなかね見る光景じゃないですけどね。お金がないね、またお金がない、困った。謙信が今武田を攻めてるんで、どうだろう、武田はこっちに来る余裕はなさそうにも思えますけどね。里見が滅んで北条になりましたか。至る所で合戦が起きてるんでね、こっちも遅れている場合ではないんですが、六角を攻めるにはちょっと兵が足りないかな。お金がなくて何もできないって言われちゃったな、困ったね。受け取れないってことはもう武田とは同盟を結ぶというのは無理だな。金500を受け取らないということはこちらと結ぶつもりが一切ないということですよね、きっと。であれば武田との同盟を諦めて、いつでもその追っ払えるような状態を作っておいて精神を続けましょうか。それしかちょっとね策がないんでしょうがないですね。ちょっと予想外だったな。もうちょっとなんとかなるかなと思ったんですけどね。よし、商人が来てる。やっと商人が来てくれたか。待ちわびてましたね、商人やってくるの。じゃあ信長に関しては委任してしまいましょう。自動で、移動、移動目標は岐阜城です。帰ってきて。でお金がせっかく得られるチャンスなので、もうここは売却コマンドで一気に売りさばきましょう。兵糧で一気に金が増えたんで、この状態でまず秀吉を帰らせましょう。お金持ってないからね。で飛車ユニットに秀長を立てて、お金を、まあ、1000ぐらい持っていきゃいいだろう。1000で位置を押し入れさせましょう。まあそこにこだわる必要があるのかっていうのがあるんですけど、まあ、せっかくなら位置を押し入れさせたいんで。よし、これで位置が入りましたね。でそしたら城攻めの準備に入っていきましょうか。米を売っ払うのがやっぱり一番手っ取り早いですね。まとまった金を手に入れるには米を売るのが一番だ。で六角はというと兵数1万4000か、でかいね。ただどうしても六角は取りたいので、まあどうやって六角を攻めるかだな。名古屋城に8000、岐阜城に12000、まあ数でいうと合わせれば2万の軍になるんで、六角を抑えることはできそうですね。さらに浅井からも援軍を出させましょう。
で、堀尾義治が使えるというので、取り入れていきましょう。まあ、今回浅井との同盟がなったというのはでかいですよね。言ってもやっぱりでかい。で、兵数がこのままのペースで増えていけば一番いいんですけど、どうだろう、一回人当たりかけていく？まず秀長を返しましょう、一度。で、浅井には援軍を出させたいんですが、観音寺を攻めるには兵数が1万5500か。戦闘力の高い武将でいうと、上から川尻、原田、関、この辺りの武将を率いて出陣かな。そうするとどうしよう、名古屋城からちょっとまた、輸送しますか。ユニット配置ができないと言われてるんで、定勝を一度引っ込めましょう。で、その上で輸送ユニットで、堀尾義治早速働いてもらおうかな。お金はいい、兵糧も、まあ、ちょっとでいいから、軍馬もちょっとでいい、軍馬もいらないかな、兵士だな。兵士をまあ3000ほど出させますか。関東一帯は洪水が起きてますね。水浸しになってる。よし、商人が来てるな。でかいね。お金が11000、兵糧は23000。うん、となると任せといていいかな。こっちの方は適当にね。で、ちょっと人当たりかけてみましょうか、六角に対しては。で、そのため岐阜からはですね、使者を立てましょう。正信を出してお金を1000ほど包んでいきましょう。また援軍です。援軍、よし、城攻めのための援軍を出してくれることを確約したので、じゃあここから軍を出しましょう。ズバリ六角の観音寺、こちらを攻めていきたいと思います。じゃあ盛綱をまずは出しましょう。最大兵力、でさらに、まあ、この名古屋城に関して言うと守りは万全なので、全く心配はいらない状況を鑑みると、ここはさらにもう一部隊出して2部隊出しましょう。で、信長がまだ帰ってきてないんだよね。信長がね、信長はまだここか。信長が次のターンで帰ってくるわけだな。じゃあ信長に先んじて部隊を出しましょう。まずは刑事、なんといっても刑事ですよ。刑事、
でさらに勝家、数正あたりまでは出しましょうか。で信長の到着を待って信長の本体5000プラス、あと蜂塚あたりを出して、総勢、まあ、1万8000ぐらいの軍勢になりますかね。これで敵を攻撃していきましょう。信長はもう城に入ったかな。そしたらはい、ではですね、頃合いにもう30分ぐらい経ちましたので一旦ここで、終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。